皆さんこんにちは、メガバスプロスタッフの大島秀明です。今回ですね、ご紹介させていただくのは、シャドーパンゲアっていうサーフロットなんですけども、テストの段階から僕も関わらせていただいて、4軸と2軸の合計6軸プラスアルファですね、お気に入りの鎧っていうカーボンを外側に巻くことによって、傷から守ってくれるっていう、そういう強いロットです。あとですね、開発にあたってはですね、開発陣とですね、いろいろ話をしたんですけども、こだわったっていう部分がですね、まずブランクスの素材感です。これはサーフの釣りにおいてすごく大事なことになってくるんですけども、どんな大きな魚がかかるかわからない、あと長い時間釣りをするっていう部分では素材感っていうのをしっかりと作り込んであげて、本当に負担のかからない竿でありながら、どんな大物が来てもしっかりと取り込めるような、そういう性能を持ったブランクスです。あとはバランスに関しても、新しく出てくるトルザイトリングっていうのを採用することによって、ロッド自体の自重を下げて、バランスを高めるとともに感度も向上しています。あと使った感じなんですけども、しっかりと曲がりながらパワーがあるので、ルアーをキャストするとき、人間にこう負担をかけずにルアーを飛ばせるっていうのと、魚をかけてからしっかりとバットのパワーを生かして魚が取り込める、あと曲がることによってバラさないという、いい感じで仕上がっている竿になります。はい、それでは機種ごとを紹介していきます。まず一つ目がですね、 SP92L っていう品番の 9.2 フィートのライトクラスのロッドになります。使ってほしい場所っていうのがですね、まずベイエリア、あと小型河川、中規模河川ぐらいなんですけども、使えるルアーのウエイトとしてはですね、だいたい 25g ぐらいまで、だいたい大きさにして7センチから11センチぐらいまでですね。例えば、ルアーにしてみれば、X80 シリーズですね、あとカットバイブなんか、バイブレーションなんかも幅広く使っていただけるかなと思います。はい、続いては 96ml ですね。 9.6 フィートの一般的な長さになります。サーフなんかだとかであったり、あとは中型河川、大型河川で幅広く使えるマルチなロッドになると思います。ルアーとしては、80マグナムであったり、カッター125なんかの大型の見物までしっかり振り抜けるような、そういうブランクスになってます。はい、10フィートの ML になるんですけども、僕もすごくお気に入りで使っている竿になります。特にですね、静岡のサーフ、ヒラメ、マゴチを釣るには、多用している竿になります。X80 マグナム、ハリバット、90、あとはですね、ワームなんかもしっかりと使えるようなティップの柔らかさがあって、しっかりとルアーをバットに乗せて振り抜ける、そういうブランクスになっています。はい、10フィートの M になります。これも僕がよく使う番手になるんですけども、10フィートの ML と長さは一緒なんですけども、もう少しパワーが欲しいようなメタルジグを使うシチュエーションであったり、さらに大場所、あと秋の青物が回ってるシーズンなんかによく使うような、そういう品番になります。はい、106の M になるんですけども、長さはあるんですけども、しっかりと作り込んだバランスによってすごく軽く仕上がってます。なので使ってほしいのはサーフのトップゲームであったり、あとメタルジグを使うような、本格的なチョアジギまでいかないんですけども、青物が回ってる、もしくはヒラメと併用して使いたい、そんな方に使っていただければなと思います。はい、最後の100の MH なんですけども、これはすごくパワーのある竿になります。なのでメタルジグをはじめですね、大型のプラグ、特に晩秋の大型のシーバスであったり、本当にレコードクラスを狙うような、そういうハイシーズンに使っていただきたい、そういう一本になります。よしよしよし、頭振ってるもんな。
おりゃー。